目撃情報によると、ナンバーアンダーラインアイの3人は、マキシで多くの時間を過ごしていたようで、特に平野さんは熱心にジュエリーを選んでいたとのこと。一体どんなアイテムを購入したのでしょうか。飛べタレントたちがハワイに現れたというニュースは、すでに現地の目撃情報や週刊誌の報道で話題になっていたが、特に注目を集めたのは彼らがハワイのジュエリーブランド、マキシで買い物をしていたということだ。 マキシーはハワイの伝統的な彫り柄を使ったファッショナブルなジュエリーを手がけており、ブランドコンセプトとして永遠なる思いを掲げている。彼らが何を買ったのか、その具体的な商品名や写真は明かされていないが、報道によれば平野、岸、神宮寺が選んだのはハワイアンジュエリーで、特に平野が複数のジュエリーを熱心に購入していたとのことだ。これまでの報道だけでは詳細が不明だったため、 ハワイのマキシー本店に取材を行ったところ、ナンバーアンダーラインアイの3人が購入したジュエリーには、オーナー兼デザイナーであるハワード・ミアオ氏の手彫りによる神秘的なハワイアンモチーフが施されていることが確認された。このジュエリーは、身につけるものを災いから守り、神秘的な力を与えると言われており、その象徴的なモチーフが魅力の一つだ。また円安の影響により ハワイには日本人観光客の姿が減っているとのことだが、それでも、ホノルルマラソンなどの大規模なイベントが開催されると、多くの日本人が参加している。今年のホノルルマラソンでは、総計2 9836人が参加し、そのうち9545人が日本人だった。さらに、最近のトレンドとして、日本人観光客の間では伝統的なテアリングが特に人気であり、 ヘイヤが購入したジュエリーの中にもこの伝統的なテアリングが含まれている可能性がある。ナンバーアンダーラインアイがハワイで買い物をしたというニュースは、一部のファンにとって特に興味深いものとなっているが、それ以上に注目されているのは、彼らが海外での活動拠点を計画しているという報道だ。ハワイは彼らにとって特別な場所であり、元キング・プリンスのメンバー時代から何度も訪れている。特にジュニア時代には、 彼らにとってハワイは思い出深い場所であり、その地での経験が現在の彼らの活動に影響を与えていることは疑いようがない。平野、岸、神宮寺の3人がキング・プリンスを脱退し、ナンバー・アンダーライン愛を結成した背景には、彼らの新たな挑戦への意思とかつての経験が基盤にあるといえる。ハワイは、ジャニー北川氏が彼らを育てる過程で何度も連れて行った場所であり、 特に2017年には雑誌企画としてハワイ旅行が特集されたこともある。神宮寺にとっても、ハワイは特別な場所であり、彼はインタビューで、6人で行ったハワイ旅行は本当に楽しかったと振り返っている。ハワイでの経験が彼らにとってどれほど意味深いものであったかは、今後の活動にも反映されるだろう。特にナンバーアンダーライン愛が海外進出を目指していることを考えると、 ハワイはその拠点として非常に理にかなった選択肢である。円安の影響で外国人観光客が増えている現在、ハワイでの活動を通じて、アメリカ本土やカナダ、オーストラリアといった新たなマーケットに進出する可能性が広がっている。また、ハワイという場所は、彼らが過去にキングプリンスとして活動していた時期の聖地としての意味も持つ。この地で彼らが成功を収めることができれば、 それは単なる海外進出にとどまらず、過去の自分たちとのつながりを新たに築く機会ともなるだろう。ナンバーアンダーライン愛がハワイを拠点に活動することで、日本のファンだけでなく、世界中のファンに向けて彼らの魅力を発信できる可能性がある。実際、ファンの間では、ハワイで公演をしてほしいという声も多く聞かれる。ハワイでの活動は、彼らにとって新たな挑戦であり。 世界に向けて自分たちをアピールするチャンスでもある。また、ハワイのゆったりとした雰囲気や観光地としての魅力もあり、彼らが活動するには最適な場所かもしれない。特に、円安で日本人観光客が減少している状況下で、外国人観光客が増えている今のハワイは、彼らがグローバルに活動を展開するには絶好の機会だといえる。平野が、 永遠なる思いを表現するマキシのジュエリーを身につけているという事実も彼らの未来を象徴するかのようだ。このジュエリーは彼らが過去に気づいたものと新たに歩む未来の象徴とも捉えることができる。ハワイでの活動を通じて彼らは過去と現在、そして未来をつなげる特別な経験をすることになるだろう。そしてこの先ナンバーアンダーライン愛がどのようにして世界へと羽ばたくのか。 その行方はファンにとっても興味深いものとなっている。彼らがかつての仲間たちと共有した、聖地・ハワイで、新たな夢を実現する日が来るのかもしれない。さらに、トベのタレントたちがハワイでの経験を通じて得たものは、単なる観光や買い物だけではなく、黒としての成長や新たな展望をもたらす可能性がある。ハワイは単にリゾート地としての魅力を持つだけでなく、 エンターテインメント業界においても重要な地位を占める場所であり、特にアジア圏とアメリカ大陸の架け橋としての役割を果たしている。こうした背景もあり、ナンバーアンダーライン愛にとってハワイでの活動は、海外市場に進出するための第一歩として極めて理にかなっている。このハワイ滞在の中で彼らがどのような経験をし、どのような新しい側面をファンに見せるのかは、トベバン版の次回配信で明らかになる予定だが、 それを通じて彼らの成長や新たなチャレンジがより鮮明に映し出されることだろう。特に、彼らがキング・プリンスとして活動していた時代には見せることのなかった一面が、戸部に移籍してからの彼らの新たな姿としてファンに届けられることが期待される。ハワイでの滞在が、彼らにとって単なる休息の場ではなく、今後の活動に向けた準備期間として位置づけられている可能性も考えられる。また、 彼らのハワイ滞在が公表されたことで、ファンの間ではハワイ現地でのコンサートやイベントの開催が噂され始めている。これは単なる憶測に過ぎないかもしれないが、実際に海外での公演を視野に入れているタレントたちにとって、ハワイは日本とアメリカの文化が交差する象徴的な場所であり、そのような特別な場所でのパフォーマンスは彼らのキャリアにとって大きな意味を持つだろう。実際 ジャニーズ事務所時代のグループがアジアやハワイで公演を行うことは過去にもあったが、戸ベとしての海外進出は、より大胆かつ多様な試みを行う可能性がある。滝沢秀明氏が新たに設立した戸ベは、既存の枠にとらわれないエンターテインメント活動を追求していることから、ハワイでの活動も単なるプロモーションにとどまらず、さらなる創造的な挑戦の舞台となるかもしれない。このような背景の中で、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちがハワイ滞在中にどのようなインスピレーションを受けたのか、そしてそれが彼らの今後の音楽活動やエンターテインメント事業にどう反映されていくのかは、非常に興味深いテーマである。日本国内での活動が中心だった彼らが、より広い世界へと飛び立つ瞬間を目撃できるかもしれない。さらに、彼らのハワイ滞在には、エンターテインメント業界におけるグローバル化の波が影響している可能性もある。 特に最近では、k p o p をはじめとするアジア圏のアーティストたちが世界的に成功を収めており、日本のアイドルやアーティストたちもまた、その流れに乗る形で海外進出を模索している。戸辺は、滝沢秀明氏のビジョンに基づき、国内外を問わず幅広い層にアプローチすることを目指しているため、ハワイというロケーションが持つ象徴的な意味合いは大きい。ハワイでの経験を通じて、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーが自らのアイデンティティを再確認し、新たな音楽スタイルやパフォーマンスに挑戦する可能性も高い。ハワイは多様な文化が共存する場所であり、その地で得たインスピレーションが、彼らのアーティストとしての成長を後押しすることになるだろう。また、ハワイの自然や歴史に触れることで、彼らの作品に新たなエッセンスが加わることも期待されている。トベバン版の次回配信では、 彼らがハワイで何を感じ、どのようにして新たな挑戦に向かっていくのか、その一端が明らかにされるだろう。ファンたちは、彼らの成長とともに歩むこの新たな旅路を心待ちにしており、彼らがハワイで手に入れたジュエリーと同様に、彼らの未来が光り輝くものであることを願っている。